カテゴリー分け適当にやっちゃうとブログ運営がね、すごい大変になります。SEO キーワード含めてる方が分かりやすくなるんですよ。カテゴリーをまたいだ内部リンクはしてもいいかという質問ですね、最後に中級者向けのカテゴリー分けノウハウについても話をしておきます。はい、どうも中島です。 今日の動画は、ブログにおけるカテゴリーの考え方というテーマで話をしていきます。まあ、ブログやってる人多いんですけど、カテゴリーをなんとなく作ってる人ってすごい多いんじゃないかなと思います。まあ、ブログ運営始めてね、1年後くらいに冷静に見たらカテゴリーが20個以上乱立しているみたいな。まあ、そんなブログね、結構あるんじゃないかなと思ってます。で、僕の個人的な考えなんですけど、カテゴリーって割と SEO でも重要なんじゃないかなと思ってます。それはカテゴリーをしっかり作ることで、まあ、ユーザビリティも良くなって、SEO でも上がりやすくなるという感じですね。 まあ、ユーザビリティって、まあ、サイトの使いやすさみたいなものなんですけど、やっぱりカテゴリーがね、ちゃんとできている方がそういうものが良くなると。カテゴリーが汚いブログって、結構全体のね、完成度が低いこともね、多いんじゃないかなというのが僕の印象です。あくまで個人の感想ですよ。なので、まあ今日はね、カテゴリーの考え方っていうのを解説していこうと思います。まあ、その他とか、あとは何でもみたいなカテゴリーを作ってる人はぜひ最後まで見てください。今日の動画を見て、 感想とか質問があればお気軽にコメントください。コメントもらえると動画投稿の励みになるから、一言でもいいからコメントを残してください。では、早速本編やっていきましょう。はい、いきなり本題ですね。カテゴリーを考えるときのポイントということで、今日は紹介していきます。まず、一つ目のポイントが、読者が情報を探しやすいというのがポイントですね。まあ、基本的にはカテゴリーのイメージって、カテゴリーで情報を絞り込んでいくようなイメージですね。なので、例えば読者がトップページに来たら、まあ、そこからね、自分の 知りたい情報っていうのを知りたいんですけど、100記事とか200記事とかブログの中にあったら、どこに知りたい情報があるかわからないですね。そういう時にカテゴリーがあると、まあカテゴリーがね、こう分かれているので、自分が知りたい情報に近いカテゴリーっていうのを選ぶと、まあそのカテゴリーに所属する記事だけに絞り込めるので、自分のアクセスしたい情報に、まあどんどん近づいていけるみたいなイメージですね。なので、まあどんな記事が含まれているかっていうのを、 が分かりやすいようにカテゴリー名をつけるようにしてください。なのでカテゴリー分けされていれば何でもいいわけではなくて、読者がそれを見て、パッとね、そのカテゴリーにどんな記事があるか、どんな情報があるかっていうのを判断しやすいようにするってことですね。二つ目のポイントは検索エンジンが理解しやすいようにするということですね。まあカテゴリーを見るとブログのテーマがちゃんと理解できるようにするというイメージですね。まあこれに関しては最初のね、 あの、読者にとってこう分かりやすい情報を探しやすいものにするっていうのをやっていれば、検索エンジンも理解しやすくはなるんですけど、まあ一応ね、検索エンジンがそういうふうに理解するっていう意図もあるので、まあちょっとね、検索エンジンのことも意識してカテゴリー名っていうのを考えてみてください。で、3つ目が、深くても3階層以内にするということですね。まあワードプレスを使っていると、カテゴリーって、まあこうやって階層構造できるんですよ。親カテゴリーの中に子カテゴリーっていうのを作ったりできます。まあ例えば SEO 対策。 というカテゴリーを作ったら、そのカテゴリーの中にもう一個別のカテゴリーを作れるっていう感じですね。例えば内部対策みたいなことでまあこれで二階層っていうことなんですけど、この階層を深くしすぎると情報がどんどん見つけにくくなっちゃうので、あんまり深くし,つしすぎない方がいいです。で、基本的には二階層以い内いかなと思います。ただブログの規模がね、大きくなっていくとどうしてもカテゴリーが増えていって、コカテゴリーみたいなのが増えていくこともあるので、 まあ、絶対に2階層以内にしなきゃいけないっていうわけじゃないんですけど、まあ、それでも数百記事あるようなブログでも3階層以内かなと思います。まあ、それ以上のね、4階層以上のカテゴリーになっちゃうんだったら、それはカテゴリーの分け方っていうのを考え直す方がいいです。まあ、カテゴリーが増えすぎて、で、カテゴリーの階層深くなりすぎると、結局読者が情報にアクセスしにくくなるんでね、まあ、情報を絞り込んでいくっていう話をさっきしたんですけど、そういうことがしにくくなるので、まあ、あんまりカテゴリーっていうのは深くしすぎない方がいいです。で、4つ目が、SEO キーワードを含めるということですね。 まあこれ単純に SEO のためでもあるんですけど SEO キーワード含めてる方が分かりやすくなるんですよパッと見た時に理解しやすいカテゴリー名を付けるには SEO キーワード含んでいる方がいいのでまあなのでそういうのを意識してみてください例えばね自分がダイエットブログをやっているんだったらカテゴリーでね運動あれこれみたいなカテゴリー名付けちゃう人いるんですよまあ運動についてのね記事を所属させるカテゴリーなんですけどまあなんとなくその時の気分で運動あれこれみたいな ものをつけがちなんですけど、そういうのはあんまり良くないです。なんでかって言ったら、まあ SEO キーワードが含まれてないので、ね。だから、運動あれこれみたいなカテゴリー名じゃなくて、例えば有酸素運動みたいなカテゴリー名にするってことですね。で、もう一つ例を挙げると、買ったものみたいなカテゴリー名にすると、まあ SEO のキーワード含まれないので、だから、買ったものっていうカテゴリー名じゃなくて、例えばダイエットアイテム。 とか、ダイエットグッズみたいなカテゴリー名にするということですね。はい。そんな感じで SEO キーワードをね、含めるようにしてください。まあ、さっきの運動あれこれとか買ったものよりも、有酸素運動とかダイエットアイテムの方が分かりやすいじゃないですか。それは、読者もそうだし、検索エンジンもそうなんで、だからそういうふうに、ちゃんと SEO キーワードを含めてね、分かりやすいようなカテゴリー名にしてください。で、5つ目が、記事数に偏りが出すぎないようにしてください。これね、結構あるあるなんですけど、カテゴリーをね、いっぱい増やしていくと、 カテゴリーによって全然記事数が違うということが頻繁に起こります。例えばカテゴリーによっては50記事以上あるのに、このカテゴリーは3記事しか所属していないみたいなことですね。こういうことがめちゃくちゃ起こるんですけど、ただそうやってカテゴリーがたくさん増えていって、カテゴリーごとのばらつきが増えすぎると、結局情報も探しにくくなるので、そういう風なカテゴリーの作り方っていうのはしない方がいいです。できるだけまんべんなく記事が所属するようなカテゴリー分けをするっていうのが大事です。 かといって全部が綺麗にね、5カテゴリー作ったとして、そのカテゴリーにそれぞれ20、20、20っていうのは、それは難しい。やっぱり、まあテーマによってはね、記事数をたくさん書かないと理解できないようなものとか、まああとは、そのブログのメインテーマっていうのはやっぱり記事数増えがちなので、そういうところのカテゴリーが多少多くなるっていうのはいいんですけど、 ただ、カテゴリーを作ったのにね、そこのカテゴリーに所属しているのが1記事とか2記事みたいなのがあるのは、もはやカテゴリーの意味がないので、そういうカテゴリーの作り方はしないようにしましょう。で、6つ目が、カテゴリーを増やしすぎないということですね。はい。なんでかって言ったら、もう単純に情報が見つけにくくなるからですね。まあさっきね、こうカテゴリーで情報を絞り込んでいくっていう話をしたんですけど、カテゴリーが増えすぎると、結局、どこのカテゴリーに自分の知りたいことがあるかっていうのがわからなくなってしまうので、 カテゴリー増やしすぎない方がいいです。で、目安がどのぐらいかっていうと、テーマとかね、ブログの規模によって違うので難しいんですけど、まあ基本的には5カテゴリーくらいを目安にするといいんじゃないかなと思っています。まあそれ以上増えていくと、結局各記事が増えていくっていうことで、まあブログ内のね、管理とかも大変になるので、まあとりあえず5カテゴリーくらいをね、目安にしてください。ただ、テーマによって本当に違います。例えばガジェットブログみたいなのはカテゴリー増えがちですよね。例えばパソコンとか。 スマートウォッチとかスマホみたいなものでカテゴリーをねそのガジェットの場合とかっていうのは増えがちなんですけどまあなるべく増やさない方が楽なのでテーマによっては増えちゃうのもしょうがないんですけど一応の目安として5カテゴリーぐらいと覚えておいてくださいでここからダイエットブログのカテゴリーの例というのを挙げてみたいと思いますまあ仮にねダイエットというテーマでブログを作ったらどんな感じのカテゴリーになるかっていうとダイエット方法 痩せる食事、メニュー、有酸素運動、ダイエットアイテム。みたいな感じですね。まあ、ここでは4つのカテゴリーを考えました。で、このカテゴリーをね、考えた時のポイントっていうのは2つですね。1つ目が SEO キーワードを含めるということですね。まあ、ダイエットとか方法とか、痩せる食事、メニュー、有酸素運動とか。まあ、そんな感じですね。まあ、アイテムが SEO キーワードになるかは怪しいんですけど。はい、そういうふうに、基本的にカテゴリーには SEO キーワードっていうのを含めるように。 してください。あともう一個が、パッと見て分かりやすいことですね。まあ、ダイエットの方法を知りたいんだったら、ダイエット方法っていうカテゴリーの中の記事を見ればいいし、食事に関して知りたいんだったら、やールス食事メニューっていうカテゴリー見ればいいし、まあ、運動の方法ね、そういうのを見たいんだったら、有酸素運動っていうカテゴリーを見ればいいというのが分かりやすいじゃないですか。なので、まあ、こういうね、カテゴリー名っていうのを付けてみました。はい。で、もし、自分がね、やってるブログで、どういう風なカテゴリー作ったらいいのかなっていうのに悩んだら、 どうするかっていうと、他のブログのカテゴリー分けを参考にしてください。まあ他のね、同じような、例えばダイエットブログやってるんだったら、ダイエットブログをやってる他のブログがね、どんな風にカテゴリー分けしてるのかというのを参考にしてください。まあそういう風に、まあカテゴリー分けのね、方法っていうのをいろいろ見ていくと、あ、このカテゴリー分けはすごく上手にできてるなとか、でもこっちのブログはカテゴリー適当に考えてるなっていうのがすごくわかるようになるので、他のブログを見るっていうのはね、 本当に大事なことなので、まあ、もしカテゴリー分けに悩んだら、他のブログのカテゴリー分けっていうのを参考にしてみてください。で、最後にカテゴリーに関するね、よくある質問にまとめて回答しておこうかなと思います。まず一つ目の質問が、記事のカテゴリーを後で変更してもいいかということですね。これに関しては別に OK です。まあ、できればね、最初にカテゴリー決めちゃって、 で、カテゴリー、動かさないに越したことはないんですけど、現実的に難しいです。特に初心者であればあるほど、後でカテゴリー変更したいなとかっていうのは頻繁にあるので、全然後でね、記事のカテゴリー変更してもいいかなと思います。ただ、この時の注意点としては、パーマリンクにカテゴリー含めないように注意してください。まあ、パーマリンク設定でね、URL 構造っていうのを決めるんですけど、そうするとね、たまに URL の中にカテゴリー含めちゃってる人いるんです。そうすると、記事のカテゴリーを移動させた時に URL 変わるので、前の url にね、アクセスできなくなっちゃいます。だから、例えば、その変える前の url が検索結果にインデックスされていたとしたら、検索結果からね、そのページに来たら、そのページが見つからないってなってしまうので、まあそういうのは良くないので、なので、パーマリンクにカテゴリーをね、含めないように注意をしてください。二つ目の質問が、カテゴリーをまたいだ内部リンクはしてもいいかという質問ですね。これめちゃくちゃ聞かれるんですけど、まあこれに関して結論を言うと僕はいいと思っています。ただ、あくまで僕はですよ。これね、結構ダメだっていう人も多くて、 まあ、気をつけてる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、僕はいいと思っています。まあ、例えばどういうことかっていうと、ライティングっていうカテゴリーに所属する記事から、SEO 対策というカテゴリーに所属する記事にリンクするっていうことですね。まあ、内部リンクを貼るっていうことなんですけど、まあ、これをダメだっていう人もいれば別にいいっていう人もいます。で、僕は別にいいと思う派です。なんでかって言ったら、読者ファーストで考えた時に、そのリンクって必要だよねって思うんです。まあ、理想を言えばね、 それはライティングっていうカテゴリーに所属する記事同士でリンクしてそこから外に出さない方がいいかもしれないんですけどただライティングの記事から SEO 対策の記事にリンクしないって無理じゃないですか普通にライティングの話と SEO 対策の話って被ることが結構いっぱいあるので そうすると、まあ、ライティングから SEO もそうだし、SEO からライティングっていう記事にリンク貼ることって全然普通にあると思うんですね。逆にこれを貼らないっていうのはユーザーにとってのデメリットでしかないと思います。まあ、SEO のことなら結構考えれば貼らなき方がいいかもしれないんですけど、ユーザーのこと考えたら絶対貼って入れないとユーザビリティ悪くなるので、だから僕は、 まあユーザーファーストでね、読者ファーストで考えた時にカテゴリーまたいでないブリンクっていうのは別に問題ないかなと思っています。ただ、あまりにもカテゴリーまたいすぎるとか、もうほとんどがカテゴリーまたいなものになるっていうと、それはそれでカテゴリーの作り方間違ってる可能性はあるので、そこは注意してほしいんですね。で、最後が、タグとの使い分けはという質問ですね。まあタグっていうのはね、ワードプレスにはあるんですけど、それどうやったら 使ったらいいのみたいなまあカテゴリーと似てるんでカテゴリーとタグってどういう風な使い分けすればいいのって悩んでる人多いかなと思うんですけどまあざっくり言うとタグっていうのはカテゴリーよりも小さな分類をするようなものだと思ってくださいまあ割とよく言われるのがカテゴリーがねこう縦ぐしだとしたらタグは横ぐしみたいな言われ方をしたりしますはいなのでカテゴリーを横断した分類でタグを活用するみたいなイメージですね まあただ、この説明を聞いて、んなんかよくわかんないなって思ったら別に使わなくていいです。タグ使わないとダメなことはないなんですね。必要に応じてそのタグっていうのも使ってみてください。はい。今日のまとめです。カテゴリーの考え方のポイントを解説していきました。一つ目が読者が情報を探しやすいようにカテゴリーを考えてください。まあ、カテゴリーを使ってね、こう情報を絞り込めるようなイメージですね。で、二つ目が検索エンジンが理解しやすいカテゴリーです。まあ、カテゴリーでね、 ブログのテーマが理解できるようにする方が SEO 的にもいいので、まあ検索エンジンにもね、理解しやすいようなカテゴリーの作り方をしてください。三つ目が深くても三階層以内ですね。あまりにも階層が深すぎると情報を見つけにくくなってしまうので、まあ深くても三階層。できれば二階層ぐらいに押さえておく方がいいんじゃないかなと思います。で、四つ目が SEO キーワードを含めるということですね。まあキーワードが含まれている方が 読者にも検索エンジンにも分かりやすいキーワード名になるので、SEO キーワードを含めるようにしてください。だから例えば、運動あれこれじゃなくて有酸素運動、買ったものじゃなくてダイエットアイテムみたいなキーワードを含めたカテゴリー名にする方がいいです。で、5つ目が記事数に偏りが出すぎないようにするということですね。カテゴリーをね、たくさん作っていくと、カテゴリーによっては50記事を含まれるものもあれば、 まあ3記事ぐらいしか含まれないようなカテゴリーができちゃうこともあります。まあそういうね3記事ぐらいしか含まれないカテゴリーっていうのは別になくてもいいものなので、だからそういう風に偏りが出すぎないように注意をしてください。で、6つ目がカテゴリーを増やしすぎないということですね。カテゴリー増えすぎちゃうと情報を見つけにくくなってしまうのでカテゴリー増やしすぎないようにしてください。目安としては5つカテゴリーぐらいかなと思います。カテゴリー分け適当にやっちゃうとブログ運営がねすごい大変になります。まあこの記事はどのカテゴリーに入れようかって。 悩んだことある人いるんじゃないかなと思います。まあ僕も普通に悩むんですけどね。ただ、何も考えずにそれやってると気づけばカテゴリー増えまくってしまって後で収集つかなくなっちゃってる人も結構多いので、まあそうならないように注意をしてください。 戦略的に考えながらね、カテゴリー分けできるように意識してみてください。以上を参考にしてもらえると嬉しいです。今日の動画が勉強になったと思ってもらえたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもらえると動画投稿の励みになるから、お気軽にコメントを残してください。ブログで困っている知り合いがいたら是非、ぜひ t w s t v 紹介していただけると嬉しいです。ブログなんかをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ぜひ概要欄からチェックをしてみてください。最短で SEO ライティング鍛える SEO ライティング実践講座もやっています。この講座ではプロのライターがマンツーマンで記事の書き方を保証しています。 是非興味があれば概要欄からこちらもチェックしてみてください最後に中級者向けのカテゴリー分けのフウハについても話をしておきますまあ中級者はこうやってやる方が綺麗にカテゴリー分けできるよっていう話ですねブログを作る前に書く予定の記事をリストにしてください まあこれはエクセルを使ってもらっても何でもいいんですけど、とにかく自分がどんな記事を書いていくのかっていうのをまず一覧にしてください。で、その一覧ができたら、その記事をバランスよく配置できるようにカテゴリーを考えるっていうことですね。まあそうすることでカテゴリーごとの記事数の偏りが出にくくなるのでだからあまりにも多くなりそうなカテゴリーとか、記事が少なくなりそうなカテゴリーでそうだったらその辺は事前に調整するっていうことですね。 で、それができたら、あとは記事をね、順番に書いていくだけで OK です。まあ、そうすることで、最初に全体の見通しが立つから作業しやすくなります。まあ、ブログ経験があるね、中級者だとできるかなと思います。初心者はできないと思います。初心者はできないので、最初にそこまでカテゴリーについて考える必要はないんですけど、できるんだったらやる方がね、いいブログができるので、ぜひやってみてください。まあ、ちょっとだけね、面倒かもしれないです。最初にそこまで考えるのは。ただ、それを、 最初にやっておくとね、綺麗なカテゴリー分けしたブログが完成するか、ぜひ試してみてください。ということで、今日の動画はこれで以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです。読者にも検索エンジンにも分かりやすいカテゴリー名にする。カテゴリー数は5つ程度。3階層以内。SEO キーワードを含める。記事数はなるべくバランスよく配置する。ブログを作る前に記事をリストアップする。